あなたはこのハムスター ASMR をどのように感じましたか岸くんのリアクションや紫輝くんと神宮ングウジくんのおふざけにどんな印象を受けましたか数日前、ナンバー、愛の3人が開催した最新のライブはファンの間で大きな話題となりました。このライブでは3人がハムスターのような可愛い小さな口で平野修行を見つめ ASMR を楽しんでいました。ヘッドフォンの耐久力をテストするかのように 彼らのライブは SNS で急速にシェアされ、ファンの心をつかみました。最初の数分、3人はハムスターのような可愛らしい小さな口をして、平野潮君に夢中になっていました。何がそんなに魅力的なのか、私には理解できませんでしたが、ファンたちにとってはまさに心地よい音とアングルだったようです。 岸くんのリアクションが最初から最後までまるで一本のコメディ映画を見ているように面白すぎると言われても仕方がありません。岸くんのリアクションはまさに最初から最後まで面白すぎると言えるでしょう。彼の瞬きが可愛らしいと称賛され、ファンは岸くんの表情だけで笑顔になることを確認しました。岸くんのリアクションがファンの心を捉え、彼が夢を叶えた瞬間が永久保存版とまで言われるほどの感動的な瞬間でした。 そして、紫輝くんと神宮寺くんのおふざけも愛されていました。ファンたちはこれを永久保存版と呼び、そのユニークで愉快な瞬間が何度もリプレイされていることでしょう。岸くんはまさにリアクション王だと実感しました。彼の夢が叶って、ファンにとっても保存版の瞬間となったことは素晴らしいことです。しかし、一方で私は新しい視点からもこのライブを見つめました。ASMR とは何か そしてなぜこれほどまでにファンを引きつけるのか。右耳から聞こえる甘い吐息や、ハスキーで色っぽい男性の声がどれほど心地よいのか。私もキシ君が琥珀糖を食べる ASMR で笑いが止まらなくなる瞬間を思い出しました。彼のリアクションがーと、最高のものな編集で織り混ぜられ、眠れなくなるほど楽しませてくれました。一方で、紫輝くんと神ングくジのおふざけも話題になりました。 ファンはその姿に癒され、可愛さにメロメロになること必死です。これはまさにファンにとっての永久保存版であり、彼らの楽しいやりとりは視聴者を引き込む要素となりました。ライブの中での岸くんとジンくんのやりとりも印象的でした。岸くんが小声で何かを言い、ジンくんがそれを当てる様子は、視聴者にとってはまさに耳元で囁かれているような感覚を味わわせます。 右耳から聞こえる甘いトエキトハスキーで色っぽい男性の声は、ファンにとってはまさに好みの声となり、演劇確定とまで言われています。一部のファンは、ライブ中に琥珀糖を食べる ASMR で笑いが止まらなかった紫輝くんの様子を思い出し、その笑いを再演してほしいとコメントしています。キシくんとジンくんが言ったエピソードの再現も期待され、音の難しさに挑戦しつつも面白さが伝わるでしょう。 このライブに対する反応は非常に熱狂的であり、ファンたちは何度も動画を見返し、眠れなくなるほどの興奮を味わっています。ヘッドフォンでこのライブを楽しむと、まるで耳元で囁かれているかのような臨場感があり、何度もリピートしてしまうことでしょう。最後に、ファンたちに向けて質問を投げかけてみましょう。あなたはこのハムスター ASMR をどのように感じましたか キシんのリアクションや紫輝くんと神宮寺くんのおふざけにどんな印象を受けましたかまた、このようなライブが今後も期待される中、あなたが見たいコンテンツやリクエストはありますかぜひコメントで共有してください。